おはようございます。レインボーマウンテン、珍しくレインボーマウンテン飲んでます。はい、ここはね、東原になるかな。東原のあたりのセブンイレブンにいますけど、さあこれから下祇園駅の近くに行きます。祇園ですね、浅南区。あ、美味しいレインボーマウンテン、甘っ。さあ行きましょう。今時刻が7時58分、希望時間が、というか時間指定が8時半の時間指定ですね。はい、じゃあ出発します。今日は垂れ流していきます。垂れ流しっていうか取っ手出しか。バックオーライ、バックオーライ。あれ、うわ、待って、めっちゃ混んどるねこれ。目の前、やっぱあの54号線出るまでがめっちゃ混んどるな。今この時間帯なんで通勤ラッシュど真ん中か。わあ、優しいこの人、ありがとうございます。入れてくれましたね。素晴らしいね、この朝の忙しい時間帯にさっと譲ってくれるこの心、いいよね。こうされたら自分も今度誰かにしてあげようっていう気になるもんね。いやー、これあと13分ってなってるけど、あと13分じゃ絶対つかんね。まあだいぶ20分ぐらいはまだ余裕を持って今出発したんで、うん、大丈夫だと思うんですけど。信号の先の橋の上ももう大渋滞だね。しもうたな。もうちょっと交通量少ないうちに向こうに越えとけばよかったな。54号線渡った向こうの方まで行っとけばよかったな。今日ほとんど渋滞のシーンばっかりになるかもしれないこれ。こりゃ、祇園もさ狭いよね。祇園、西原、あとまあちょっと先の山本、あの辺りはいつも言うけどほんと狭い。ナビ打ってもなかなか住所がバチッと出んことが多いですね。で、今から行くとこは下祇園駅で、あと夢タウンがありますね、近くに。祇園の夢タウンがあの近くです。ここが平成橋だって。平成橋東詰。どうなんすかね、もうリモートとかってもうないんでしょうね。もう皆さんなんかサラリーマンの方スーツ着てから出勤されてますけども、面白いですね。リュックサックタイプの人もおれば、ショルダータイプのカバンの人もおればね。1回で行き、ああいう仕事してみたかったな。スーツ着て革靴履いて革のカバン持ってね、やってみたかったな。スーツ着たっつったら、俺あのパチンコ屋さんで1回アルバイトしましたけど、1週間ぐらい。それやめましたけどもね、またそれもすぐね、うん、しかもめっちゃ遠かったしね、あのパチンコ屋さん。自分家から車で1時間ぐらいのとこへ行ってましたからね。あれあれどこになるんかな。西広島バイパス羽出石の交差点で降りて曲がって八幡のあたりか、佐伯区八幡の方か。
の川沿いにあるパチンコ屋さんね、あっこへね1週間ぐらい行きましたけどね、よ1週間行ったなと思ってね1時間もかけてね、片道時給多分1050円とか1100円ぐらいでしょ、多分パチンコ屋さん、もう忘れましたけども、しかもそれもパチンコ屋さん直じゃなくて派遣会社からの派遣でしたからね、うん、そのパチンコ屋さんにね、そう1週間も行ってなかったね多分、うん、賞味 2,3 日か多分ああいうことばっかりだったよ本当。もう一回待つようになるじゃろうねこりゃ信号。あ、行けるか、意外と意外といけそう。はい、じゃあこの交差点で、この交差点が国道54号線と交わりますね。左に行くと広島市街地、あーほら引っかかった。右に行くと山陽道広島インターがありますね。あー交通量多いっすよ本当ね、朝の54号線特に。ライブでも行き交う人々の服装が軽くなってきたね、うん、あ意外と男性の方がなんか着込んでますね、ダウンとかね。女性の方意外と軽装というか、はい、もちろんちゃんと服は着てますけども意外と軽装です。お、あストラムライン映っとるかな。はい、じゃあここは西原駅南の交差点ですね。鎌倉パスタだって。もうここを越えたらね、あとは渋滞なくスイスイスイと行くと思いますけど。あーそっか、小学校も公立はもう今日が終業式でしょうね。1年終わりましたな。で春休みになると、お母さん方大変でしょう、昼ご飯作りがね。ほんと、まあ上の子が大きかったらね、結構レトルト食品とかチンしたり、あとまあカップラーメンとかね、おにぎりほど作っといてね、カップラーメン作って食べてもらうとか、そういうこともできるでしょうけど、どうしても低学年だとね、まあ児童会とかに行くんかな。うん、今児童会ってやっとんかな。やっとるか、もうマンボウも開けたしね。ね、ほんと子供ちっちゃいうちって何かと大変ですよね。うちはね、だいぶ上が中1で小4、小2なんでね、もうだいぶもう手は離れてきたというか、ある程度のこと自分でできるんでね、楽になりましたよ、ほんと。いや、でもね、次、次女が小学5年生になるんですけど、まだね、風呂とかも普通に一緒に入るんですよ、うん、でもやっぱりね、5年生上の長女の子はもう5年生の時はもう一緒に入ってませんでしたから、うん、それはそれで良かったんですけど、次女の場合はねちょっと懐いてるんでねまだ、うん、だからこっちがねちょっともう、じゃあそろそろね、あの女の子の体にもなってくるしっていうことでね、一人で入ろうかみたいな感じでね、自然とちょっと促したいんですけどねそっちにね、うん、一人で入るようにね、うん、その変な目とかじゃなくてね、やっぱりね5年生ともなると女の子の体になってくるんで、うん、この1年で多分まただいぶ変わってくるんでね、この5年生でとなるとね、もうこっちがちょっとね逆にちょっと一緒に入るのがねあれになってくるんでね、そうで、まあ懐いてくれとるのも今のうちかなってね、も
もうちょっとしたらやっぱりね、離れていく期間もあるじゃないですか、時期が来るじゃないですか、中学高校となるとね、女の子って。そうだから今しかないなとも思うしね、うん、でまあまた大人になればね、うん、そう自分でね家庭持ったりして子供も生まれたりしたらね、また違ってくると思うんですけどね、僕がそうだったんでね、うん、何の話しようかなそう、まあほんまね、でも親には感謝ですよ、いざという時に助けてくれるのはね親なんでね。954号線か、浅南区西原2丁目のあたりを走ってます。この次の信号で右折ですね。この54号線ちょっと難しいですよね、走るのが。やっぱりどっちともね、どっちともねっていうかな、右折車線になるんですよね、右はね。右折車線っていうか、たまに右折する車がいるんで、そうなるとこっちの左の車線に避けないといけない。結構危ないんですよ、もうギリギリのタイミングでパッと左に入る車とかもいるんで、うん、後ろからね車来寄ってもパーッと入りますからね、このタイミングをの逃したら俺はいつまでもこの右折車の後ろで待っとかんといけんみたいな感じでね、パーッと入ってきますからね左車線に。はい、じゃあ武田山入り口の交差点、ここを右折します。右後方歩行者なしと、オーライ。さあもうすぐ現場ですね。一応これ下祇園駅の裏の方にピン打ってますんで、この辺りが現場だよっていうことですね。あ、なんかこの辺右側すごいね、なんかスタンドみたいなのがありますね、スナックというか、トクトクうどん。いいよね、やっぱ女性はやっぱショートカットがいいよね、ボブとかね。すごいね、ヨタ分石材賞かっこいいね、なんか。あ、ヨタ分石材賞ってラジオでよく CM 流れてますね、うん、笹の石材店とかなんかね、お墓のことならよくありますよね、 CM がね、 RCC ラジオの CM で与田分石材賞とかね。あ、ここはアスファルト剥いでから今からダンプで持っていくんかな。はい、じゃあこの踏切を渡って右に行ったあたりが現場なんで、今日はこのあたりで動画終わろうと思います。はい、よし。あ、素敵なお家が建ってますね。これ賃貸かな、同じような建物が並んでるけど。はい、じゃあ本日もドライブにお付き合いくださいましてありがとうございました。また次回もやっていきましょう。さようなら。